はいどうもー、じゅん猫好きチャンネルでーす。あははのはんはんはん言うとりますけどもだ一人誰かがいないのがわかるか。誰ですか？ここに帽子があるんだよ。はい、ってことは死だってか誰いないの？パパじゃない、じゅん。はいよ来い。はいよー、どうもどうも、じゅん猫好きチャンネルです。始まっております。はい、今日はですね、リーダーが、クリスマスプレゼントもらったのを紹介したいと思います。パチ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 ということでですね、そうですね、今日はですね、ソシ君、ソシ君が来てくれてます。ソシソシソシシーです。ソシです。嫌がってます。美容逃げました。はい、どれですか？クリスマスこれだ。ゴジラです。ゴジラをカナダのサンタさんにいただきました。あははぬはん。これは、値段としては2万8000円ぐらいします。僕が6000円の2万8000円ですつもりなんだけどね。あ、いいのくれたんですか？6000円の頼んだつもりだったのに、はい、そんなもん。こんないいのくれたんですか？いいですね。そしてパパからリーダーへのクリスマスプレゼント。違うだろ。いや、プレゼント違う。はい、見せてください。リーダーへのプレゼント。はい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 、お近すぎじゃね？近すぎくない。ゴジラこれね、すごいんですよ。なかなか中がね、歯がね、歯歯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 歯かぶり心地は痛いに決まってる。痛いんですか？あんまり痛いんですか？いや、これあのクリスマス違うパパからのプレプレ、これをかぶるんだ。あ、そうですか。カナダのサンタさんにいただきました。よかったね、でもね。だね、こんな高いのもらってよかったじゃん。で、これがパパから会長のクリスマスプレゼントです。イエーイ。というわけでよろしいですか？はい、はい、ではでは、今日はソシ君も出てくれましたからね、よかったですね。もう行っちゃいましたね、ソシ君ね。うん、オッケー、オッケー。じゃあね、バイバイ。